みよう。ありがとうございます。収録版でーす。はーい、おはようございます、マサです。というわけで今日は A1 グランプリです。大阪府寝屋川市にございますアロー寝屋川池田店さんに来ております。というわけで今回 A1 グランプリ第7シーズン目ということで、私2番手なんですけども、今回のシーズン7からルールの方が若干変わりまして、今までは出玉での勝負だったんですけど、今回から3枚でのルールに変更となったそうで、まあ、いかにね投手も抑えて早く当てるかもね鍵となってくるので、今日のねね、その選ぶ機種、こちらの方も重要になってくるんじゃないかなと思っております。でさっき抽選の方早速受けたんですけど、16番でした。で私2番手なんですけど、今日同じ日に今閉店くんが別のアローさんで撮影をしてるんですよ。で閉店くん、さっきちょろっと聞いた情報によると、なんと7番引いたそうなので、私16番でしょ、7番でしょね、狙い台ね。多分彼はセイントセイヤ打つって言ってたので多分取れると思うんですよ。私どうしようかな、まだ決めてないんですよ。だから入場するまでにはちょっと狙い台決めて、今日は私が一番最後に出た A1 グランプリ、確か記録が9800枚ぐらいだったんですけど、それぐらい出せるように意気込んで頑張っていきたいと思いますので、それでは早速店内に入って実践の方を始めていきたいと思います。頑張ります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。わー、いいながろ。わー、どっちがいいと思う、北斗とバジリスク、どっちがいいかな。北斗にしようかな。連日すごいよこれ、連日すごい。どうしようかな。まあ、これにすると決めた。はい、今日の A1 グランプリはこちらの北斗の拳玉で行ってみたいと思います。頑張ります。はい、というわけで久しぶりの A1 グランプリ参戦です。今回はこちらの北斗の拳玉で絶対に今シーズン1位になりたいと思います。2本だからこれ D だね、これじゃね。よし、頑張ります。チャンス目ですよ、いきなり開始12ゲーム。私先に行ってるね。ここ結構ね、設定差あるからね、いっぱい引いてくれてもう全然いいよって感じだから、今日チャンス目は。いいね。そう、今回からね3枚での勝負になったってことなので、投手もね少ない方が得だしね。だからこうやって北斗の拳みたいにベースの高い台でさっさと当たってくれるのが一番理想なんですけどね。今日チャンス目引いてからあと9ゲームなんだけど、これ当たったら超ラッキーだよ。あれ第3台車までって当たりだよね。あったあったあって、これいる系だよねきっと。ラオウ、やった、いた、当たりました、早っ。やりました、39ゲーム。今日チャンス目から
やったね。変わる、変わらない、キューローラです。やりました。トロスが50枚。そう、もう早くね当たるのが一番ねいいからって話してたところだったから、すごい良かった。あ、しかもプラス50枚やったね。あー、よかった。最低継続率は免れた。これでラスト6枚。よし、バトル頑張ります。なんかね、私ね、シンよりサウザーの方がね強い気がするんですよね。そんなことないはずなのに。長い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 、わー、技ではない。よかろよかろ。わあ。雲動いてる。継続。よかった。ああ、よかったよかった。すまーい、よかった。とりあえず単発は免れた。あ、コメント入ったね。よしよしよし、安心です。今日はキックの日なんだね。うまーい、順調だよ。単発で終わらないだけすごい。もしできない枚数、あんま引けない。さあ、一回目のまま行っちゃったもんな。ピン。パンチパンチパンチ。あー、いいのに、そういうの。終わったっぽいな。あっ、待て。あー、じゃあね、まだわかんないけど368番残念からの、いない、終わっちゃったよ。いや、でも投資50枚で300枚ちょっとゲットできたので、まあよかったよね。3枚出した。またこの持ちコインで当てれば大丈夫。そう、あとは、あの寝屋川池田店さん、さっきね、常連のお客様と並んでる時に話してたんですけど、やっぱり入り口入ってすぐのこっちのスロットの島の方がなんかいつも盛り上がってるらしいんですよ。台数が多いところ、なんか台数が多い島といえばゴッドと、あとの北斗の剣とも
あと後ろのバジルシク絆、この辺が狙い目なんじゃないかなと思って今日は北斗の拳にしたんですけど、まあ、しばらく打って様子見てみようかなって感じです。あ、うまい、変わったよ色、合格以上ってことだもんね。あるのかな。わっ、お、来たね。一回ぐらいね、ゼロで当ててみたいんですけどね。やったー、早いですよ、108ゲーム。今度取らないかなー。7、またケイローラだ。今度こそ3連だったでしょ。次の目標は10連。もうさっきと同じ絵だよ。よしよしよし、コメントは多い方がいいよね。特別しちゃないね。もう、あ、やった、よかった、よくやった、あ、やったね、わざだわざ、よかった。もう最近パンチとキックしか見てなかったから久々だよ。あ、100超えた100かな、やった。この調子でね、4桁だね。激闘まで行ったとき負けると結構落ち込みますよね。頼むよ。よしよし、そうだ、よしよしよし、いいね。安心ですね。うまーい。いやでも全然間で上乗せできないから全然増えないですね。もう、だね。もう、さっきと同じパターンじゃんこれ。無理かな。はあ、また3連でした。
325枚だね。いやでも2回当てて2回単発じゃないだけすごいマスかな。とりあえず増えてはいます。今プラス500枚ぐらいはあるのかな。あ、やっぱでっかいの一回引かないとダメですよね。あ、気づけば北斗は満席ですね、今ね。やっぱり人気機種なんですね、アローさんではね。前の A1 グランプリでシンさんがここのアローさんで9000枚だったんですよね、ゴッドで。もうそのイメージがね、すごいついてるから、なんか若干プレッシャーではある。
に出すことが大事だからね。継続するかしないかでも結構混合がかかってるんだよ。
っぱそれね。ああ当たってる。終わったかな。6レーン615枚かな。終わっちゃった。しかもステージもハート、今3回初当たり引いて、まあ、3回だからなんとも言えないけど、でもね降格スタートなかったからね1回も。今初当たり3回引いて、まあ、いいか悪いか普通かって言ったら、もう良くもなく悪くもなくみたいな感じなんですよね。でもとりあえず投資も50枚だし、今のとこ400枚ぐらいまだあるのかな。全然まだこの時間でプラスではあるから、とりあえず今持ってる出玉分は打ってみようかなって思ってます。この持ち玉で引けたらすごいね、まだラッキーだし。あーびっくりした、超不意打ち。でもまた引くタイミングが、うわキリン、キリンだよ。キリン、あーこれ戦うんだ。勝つの、超ケって言ったね。あ、いいね、よかった、引けた引けた、当たりました、中段チェリー。おそらく正確だったんだけども、引けました、よかったです。持ちコインで、はい、ローラー、あ、北斗、やばい、初めて見たよこのパターン、来ましたでもスローラーだけど、いや超嬉しい、いや人生で3回目のオクトラブいやー緊張する、よし頑張ります。50枚、いやーこの間ね200枚ちょっとで終わっちゃったんですよこれ。400は超えたいな。こっから継続、あ、おしまい、これでおしまいだっけ、おしまいかな、おしまいだー、残念。何枚スタートだ、330枚か。いやでも北斗揃いだからエイジレベル3か4は確定なんですもんね。例えば私思い返せば今まで A1 グランプリ北斗の拳の友は今回打ったの初めてですけど、転生は今まで2回打ってるのかな、北斗両方とも北斗引いてるんですよね。だから今回って3回目だ。
なんか相性がいいのかも、 A1 とのね。北斗ドロイだから3か4確定でしょ。で激闘までいってるから最低でもここは 89%、 ここで負けたら超恥ずかしいよ。あーでもすごい怖い。はい、よかった。せっかくの北斗ドロイだから頑張ろうね。10枚あ、まあでもスローオーラだったから3かなって思っとこうね。わあ、頼みます。本当に やめて本当に。すごいぞ。いやもう言葉を失いますよね。待って待って、あー誰か、あーごめん、今日はもうやめた方がいいってことかな、北斗の拳。うわー、言葉出ない、本当に。今月一番がっかりだよ、今の本当に。まあしょうがないね、現実だもんね、これが。あ、気を利かしてジャギステージに行ってくれたこれはもう一回当てろってことですね、きっと。もうなんかさっきから当てては飲まれて、飲まれる寸前でもう一回500枚戻ってきてみたいな勝ってるじゃ勝ってるけどさ、プラスだし投資50枚だし。でもなんかすごい、これなんかあれですよね、やりせないよね、気分がね。えい、もうちょっと早く見てくれればな。あ、投げた。ああ、当てたよ。あったかな。頑張れ。消しろ。よし。当たった、よかった。538ゲーム、よかったね。やっと中大チェリーが仕事してくれました。よし、白か。
いやでもさっきのね北斗揃いがすごい悔しかったから400枚以上頑張ってたし、あー角か、あと4枚だよ、駆け抜けました。審査は強いからな、いいね、あ、勝ってるよ、あ、ファサさん、いや今まで単発で終わってないからやれるやれる大丈夫、頑張れ、まだ分かんないよ、バトル1なわけはない、頑張れ単発うわー、いやきっとね何やってもダメな日はダメですね、わあもう超悔しい、ダメだね、よっしゃもうちょっと時間も時間なのでこれで実践終了したいと思います。はい、というわけで流した枚数は234枚でした、勝ったよ。というわけで最後店内の様子を見に行ってみたいと思います。はい、というわけで店内の様子見ていきましょう。いや早速ね1枚に飛び込んできましたよ、最新台のルパン三世、すごいですね、大当たり38回の何枚あるんだ、すごい2箱勝ち盛りですね、すごいね、やっぱ最新台ルパン人気ですね、今日21回とか前日も53回とか前々日も69回、新台力入れている証拠ですね、すごいすごい、そして花火もねすごい人気ですね、アローさん結構回数もねついてるしね、いいじゃないですか、10の8、お隣の台も連日32の26、ねすごいいい感じ、そして今日は私が今日楽しんだ北斗の拳の島ですね、相変わらず、まあ、ほとんど稼働してます、でバジリスクと奥がゴッドになってるのかな、バジも結構出てるのありますね、朝私が気になってただけあるねえ、じゃあ何といってもねジャグラーコーナーやっぱ人気ですよね、すごい結構この時間でももう稼働してるんですね、夕方前ですけどいい感じ、そしてあもう極めつけはガロ和解の花ですよ、はい、というわけで詳しい経過などはエンディングで発表したいと思います。はい、実践終了です、もうねやってやりましたよ、バッチリね北斗揃い引いて見事プラスで終わりました。というわけで本日の A1 グランプリ結果の方が、投資が50枚、流した枚数が234枚でプラス184枚でした。じゃあね、多分俗に言うしょぼ勝ちってやつなんですけど、まあ、プラスには変わりないので私これで A1 グランプリこれで4回目かな出させていただいて全部プラスで終わってるんですよ、これはねすごいなって自分でも思うので、次回もきっと出ることあるよね私ね、
ありますね。次回の A1 グランプリはもうこれよりも絶対に枚数出して頑張りたいと思います。そして同時に今日ね、トップバッター、動画ではねトップバッターの平天くんが査定の方をしてて、結果の方を聞いたんですけど、平天くんはマイナスだったということで、現時点で私暫定184枚だけど1位ですね。なので私の他にあと2人かな出ると思うので、あとの2人が184枚以下だったら私が優勝ですね。そんな感じでいいのかな今日ね。まあプラスはプラスで終われたのでよかったです。はい、というわけで本日お邪魔しましたアロー寝屋川池田店さん、初めてお邪魔させていただいたんですけども、スロットコーナーとね、あとはもちろんパチンココーナーの方も最新台も入ってたし、すごくねジャグラーコーナーも、あと私すごく印象的だったのがノーマルの花火のコーナー、すごくね盛り上がってたので、もう AT 機も ART 機もノーマル機もすごくね気合を入れてるんだなっていう印象を受けました。あとガロがワンボックスですごくね迫力があったので、ぜひぜひお近くにお住まいの方遊びに来てみてください。そして A1 グランプリもねこの後も続々とやりますので、詳しいスケジュールの方は P マット TV のスケジュール欄をチェックして、ぜひぜひ皆様撮影の方も遊びに来てくださいっていう感じでね、まあ、結果はすごく微妙なプラスだったんですけど、まあ、勝ちは勝ちなので、この後のお二方にタスキの方を、タスキでいいのかな、タスキじゃないね協力じゃないもんね、まあね、お二方も、まあ、頑張って、違うな、頑張んなくていいね。そんな感じで、じゃあ私も1位目指してこうやって願っておきますので、この後の A1 グランプリも皆さんお楽しみにしててください。それではまたね、マサでした。